こんにちは、レイ NN のお時間です。こちらは心霊、幽霊のニュースをお届けいたします。誰よりも早くお届けいたします。と言いますか、自分の、体験、見たことしかできませんので、報道できませんので、そこんとこ、よろしく。で、あんまり、お話ししたくもないんですけれども、一応ニュース番組ということなんで、お話しするんですが、昨日のですね、多分3時、大体3時ぐらいだと思ったんですが、もうちょい前だったかな。一回ですね、ちょっと記憶に定かにいないんですけども、もうだいぶ前だったかもしれないです。一回目に寝てですね、その時に変なのが来たんですよ。もう最近、心霊動画といいますか、こんなような動画をアップするようになってから、なんか霊の動きが活発になってきたんですね。で、とりあえず、昨日といいますか、今はもう昼の12時頃になってますんで、今からとりあえず深夜ですよ、深夜。深夜に一回なんか、女の霊みたいな、いつものやつが来たんですけども、馴染みの女の幽霊なんですかね。よくわかんないんですけど、とりあえず、あんまりはっきりした形っていうかわかんないんですよね。とりあえず、寝てると、その30分以内には来たらしいですね。早い。15分ぐらいだったかな。それから足元の方から、早いんですよね。ドワドワドワっと、ゾゾっと来るんですよ。なんていうんですかね、チューブを絞り出すような、ドワーっとこっちへ迫ってくる感じ。あれがちょっと嫌だったんですけども、やっぱり、顔を見ますとね、と言いますか、それで一回その霊が来て、なんとか抜け出してから、もう一回後で来たんですよ。その霊と勝ち合っちゃって、似たようで似てないようで違う例かもしれないけれども、雰囲気的には似てるから同じなのかなと。はっきりは見えないものですから断言できないんですよね。例もなんか、形も微妙に変わるみたいなんで、特定できないっていう部分があるんですよね。まず1回目もやっぱり、女の例で、年もわかんないですよね。もうなんだか、若いのか、年取ってんのか。でも女だってことはわかるんですよね。ただやっぱりね、心臓の方を攻撃してくるんですよね。なんか思い当たる節があるんですよね。で、ちょっとすごい怖いなっていう感じがして、とにかく、もう逃げました。それはもう5分以内に、なんとか逃げ出しましたかね。いわゆる目覚ますんですけど、それはそれとして、ちょっと、失礼しました。せっかくなんで、なんかビデオ回しますね。怖いやつなんで。どうも失礼しました。忘れてました。で、とりあえず、終わってからなんですけど、また
まあ、しばらくね、YouTube の いろいろ見てたんですよね。で、最後には、いつもパターンなんですけども、まあ、怖い、稲川淳二さんとか、怖い話とかあるじゃないですか、怪談もの、心霊の、寝る体勢に入ってるもんですから、見れないじゃないですか。見ながら寝るっていうのはなかなかね、集中しちゃってできないもんで、やっぱりこう、聞きながらね、怪談聞きながら寝るようにしてるんですけどね。まあ、それも変態かもしれないですけど、まあ、真っ暗にして、で、まあ、目もチカチカするから、もう画面も真っ暗にするような感じですかね。音だけ聞いてるみたいな感じで、そうやってやってるんですが、それでやっぱりこう、あ、途中でね、寝ちゃいましたね。それで普通に朝まで寝てしまえばいいんですけども、起こしに来るんですよ、幽霊さんが。また女の幽霊ね。なんか、その前に会ったやつと同じような気もするんですけど、ちょっと今回の強烈だったんですよ、1回目よりも。2回目の方がね、強烈で、5分では振りほどけなかったです。10分、20分、20分、30分まではいかないと思うけど、20分ぐらい格闘してたような気もするんですよね。でも時間的にね、時計見てるわけじゃないから分かんないんですよね。10分、20分っていう感じ、あやふやで、そいつがね、なんかね、女でやっぱね、顔もね、なんかあんまりよく分かんないですね。いわゆる本当に、お化け、幽霊、ミス幽霊みたいな感じですよ。あんまり印象残ってないというか、でも、見えることは見えるんですよね。なんか見えるんですよ。女だってわかるんだけど、それがね、こう、もう、寝ている後も、胸のあたりの真ん前にいましたね。んでこう、なんか、楽しそうにね、なんかね、俺をいじめるんだけど、いやーでもね、怒ってるみたいでしたね。怒ってましたよ、今回は。なんかね。んで、もうとにかく、もうわけわかんないんだけど、まあ、これからもね、あいつ出てくるだろうから、まあ、いや、まあ、とりあえず、それでもね、一生懸命頑張ったんだよな、今回はね。すごい格闘になったんですよ。格闘っていうのはもう念力合戦っていうんですかね。念力の応酬なんですよ。ガガーッと力入れてグーッとやると、向こうの霊の方もうわーっと力入れてきて、こう押してくる。押してこっちも押し返す。あっちからまた押してくる。で、そのうちに心臓にこうガガーッとこう手入れてくる。それがね、痛こしょばゆいっていうかね、すごい俺苦手なんですよ。いや、なんか、心臓が削られそう。なんか、心臓を削られていく感じですね。やばいから、なんかだんだんこう、やばい。どうも怖いですね。ほんと心臓がね、削られていきますね、そのうち。そのうちなくなっちゃうんじゃないかな。まあでもとにかくね、負けちゃいかんのって。そこで諦めるってわけにいかないじゃないですか。諦めるのが非常に怖いんで、何されるかわかんないからってんでも、とにかく必死で、案外その時はね、こっちの力が勝って、抑え込んでっていうか、抑え込むって、跳ねつけるような感じで、
くとこっちのパワーが勝って、向こうの霊の力が弱まって、しぼんでいって、ああ、現実に戻ったっていう感じで、終わったわけなんですけどね。何なんですかね。構来てますよ、最近は。まあ、なんかね、この2、3日ね、まあ、いろいろあったんで、ちょっとリアのことも、まあ、ちょっと病院とかも行ってたんで、2、3日は大変だったんですよ。足の怪我もね、なかなか、まだまだかかりそうだなって感じで。で、動画をアップするのをちょっと休んでたんですね、3日ぐらいね。全部。なんかね、もっと動画をアップしろって怒ってんのかなとか、そんな気もするんですけど、いや、違う。他のことでとにかく全般的に怒ってんのかなぁ。というわけで、またね、アップします。どうせだからちょっと、まあ、心霊動画見ていきましょうか。アップしながら。でもさっきのはちょっと怖かったっすね。やばいな、あれ。結構映ってますね。これはどうなんだろうな。このなんか一回前に見たことある。どっかあれ？どっかから出てくるん。ああ。この下の方になんか映ってんですね、これね。あれ、本当なんなん。これですよ、これ。これは顔になってる。だよね。なんかやっぱ、やばいよね、これね。偶然って。今ちょっと左の方からね、ちらっと見ます。白いのが見えたよね、この辺ね。ちらっと。ほら、来ました。なんか二重の映り込み、他のフィルムの映り込みみたいに見えるけど、まあでもそれにしても不自然ですね。まあこれは幽霊さんかもしれないね。なんかね、これは、私の霊感では、近親者で、あんまり危なくないかなと。はい、次のやつ。なんか、映る。わからんな。どこだ？あ、これじゃねえよな。どこに映ってる？これか？え？ああ。このちょっとやばいかもしれないですね、これね。お坊さんがいっぱい。傘かぶったようなのは5、6体、地面からぬわぬわっと出てくるやつですね。ただね、本当だったらちょっとめちゃくちゃ怖いけど、ちょっと手が込んでるや、手が込んでるかなとか思うんだけど、ちょっと、作り込んだのかなとか思うんだけども、本当だったら怖いっすね。あんなとこは行きたくないよね。
音がシャワー。ん？ああ、足が余分にありますね。この下の左の方に、これね、これちょっと、難しいな、でも。黄色いドアに、隠れてできなくもないのかな、体を折り曲げれば。なんともわかりませんが、これは？気持ち悪いね、これね。ああ、なんか見たことあるな、これ。家に伝わるってやつですね。家に代々なんか伝わるような、らしいですな。家に代々伝わるなんかあれで、やばいんですよ、これはね。うわー、なんか来た。うわー。だったらちょっとやばいね。どうもわからん。なんというか、本当だったら怖いけれども、本当だったら超やばいよね。僕ね、実際映像の専門家ではないんで、こういうものは作れるかどうか。作るとしたらね、かなりの暇人だよね。無理かな。わからん。で、一回見てみますかね。どれでもいいか。もうちょっと見たら、一回終わりましょうかね。それでは、ちょっと怖い感じでいきます。どこですかね、これは。やばい。飛行機の。何なんすかね。コメントできませんね。映像を作る側として見てるんですけども、ただこれ、あんなの作れないのかな。合成ってのはね、簡単だけど、その幽霊のね、素材自体を作るっていうのがね、作り込むのはね、結構難しいんじゃないかと。無理じゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうかね。もうすいません。あと何本かで、かなり怖くなってきたんで、LNN のお時間を終了しようかと思います。やばいっすね、この、女の人？私も、もう限界なんで、あと2本はやりますよ。321。1までやるか。
廃墟はね、入らない方がいいっすよ。やばいんで。やばいっす、やっぱり。うわ、と、足がやばいっす、やばい。でもこういう廃墟って言えばまあ、僕の住んでるとこは神奈川、ああ、やばい。なんで頭が合ったの、やばいな。もう冗談じゃねえよ、これ。まあね、この辺にもあるんですよ、いっぱい。超有名なに、資産家の、あれは神奈川なんですけどね。超有名な資産家の廃墟っていうのはあるらしいですね。場所わかんないんだけどね。場所わかんないんだけど、やばい。なんだあの顔は。結構何気ないところにこう、あるらしいんですわ。廃墟ね。まあ場所わかんないから行かないんだけども。まあネットでは有名な話らしいんだけどね。そういう動画を見ました。まあ探してみてください。面白いから。なんだ。やばいぞ。やめろ。来るな。どうだ。え？どっから来る？ああ。ああいうのはちょっと幽霊らしいよな、やっぱり。薄く、少年みたい、いや、青年。結構若いのかな。階段降りてきますよね。いやー。一番。これ最後。お墓はね、お墓ね、やっぱり。昼間行くもんでね、夜行くもんじゃないですよね、あんなね。あれ、外場って言うんだけど、外場が倒れてるのね。あれね、外場って言うんですよ。外場、だから外場もね、元はサンスクリット語なんですよ。インドの古代の言葉でね。サンスクリット語を漢字に当てはめたんだけど、やば。もう、勘弁してくださいよ、もう。まあ僕がね、いつも見てるのはね、ああいうふうにはっきり見えるわけじゃないんですよ。こんな綺麗な顔してないよ、なんか。もっとおぞましい顔してるよね。うわ、これも怖い。いや、もうやめます。それでは、JNN 報道特集のお時間でした。それではまた。